またしても聞いてました、聞いてました、ウィーン。はい、というわけで、またしても聞いてました。じゃあ紹介しようかな。はい、スプラッシュメッセージのビニールバッグ2段、スプラッシュ、メッセージのビニールバッグピンク。あ、そうそうそう、はい、レディースタディの学びで物販で3000円以上買うともらえたんですが、ボールペン、あ、落ちたボールペン5本あるんです。でね、これボールペンね、引っ張るとね、こうなるの、見にくいでしょ、こうなるので、こっち側ね、こうなるの、あー、そんなとこ、まあ、これこっちかな、しかも持ってみたら持ってるしな、これだけ。あとは、とりあえず、全部ガチなんだろうなぁ、これ買ったら。あ、そうそう、一つ忘れてた。なんだかんだでこれ買った、レディースタジーの、キーホルダー。ストラップキーホルダーじゃないからね。うん。あとガチャしか入ってないな、このバッグは。イヤホン落ちてるしか使ってもいいから。じゃあ、CT の方行こうか。あと、クリアファイル。なぜかこれが2つあるんですけどね。こうしないか。これですね。このクリアファイル。これは、結構前の声優アニメディアの記録。なんだかんだ未だに、まだこれ残ってるか。確かに知ってるか。長持ち。で、ね、これが、レディースタディの時もらった。やっぱこれ。あ、もう破けてるし。はい、なんかこう、こう、まあ、なんていうの、こういうこういうの、こういうこういうの、こういうの、こういうの、あるし、これは、紹介する？紹介する気になったら、後で紹介します。はい、これはスプラッシュメッセージの時の、はい、パンプラン。パンプラン。これが、スプラッシュメッセージの、本日作ったのは、あれですね、ポットプラーク。バック写真集ですね。で、あ、そう、これについてたんだね。これ相当前のだよね、声優が見れて、こんな、このまさかの裏表紙がね、イヤホンが取れる、まさかの裏表紙が心しかいってね、胸抜けの目だったりしたんだ。前にさ、なんかちょっと2012年の5月号だよね、これ。なかなか前のだね、本当に。はい、え、このこと、あ、買った。こう、セグラ。2013年の12月号ですね。これいつもどうしようか。はい、こう。これはですね。いつだかのセグラに、ツイッター付録。学校。で、もらってきました。学校からね、学校図書室からね。で、これが、レディースタディの手帳型ミニパンフレット。これ、中に来たんだけどね、本当手帳だよね。これも学校の図書室でもらった。セグラね、いつだからセグラって言った。スフィアができるから、こんな古くね。で、まあ、とりあえず DVD は、プレイ中かまあ、これか。スクエアズリングスライブツアー。ファイナルコンのね、やつと、ソフィアアスレチックハーモニーズ、デンジャラスステージと、クライマックスステージの DVD になります。俺が持ったらね、スパッシュメッセージのところが、プロマイトと、もっと見せろ、いいよ、はい。レディースタディの時にもらった、2000以上買った時にもらった、なんかこういうやつね、2枚多分ですかね、